加田ー子はフリーアナウンサーで元青森朝日放送のアナウンサー。大阪府出身。大阪府立岸和田高等学校卒業。お茶の水女子大学卒業。特技はクラシックバレエ。自慢はバレエで鍛えた下半身の筋肉。2012年4月に青森朝日放送入社。初出演は同年6月4日放送の昼の天気予報だった。 以後同局の情報番組を中心に活動。2014年1月5日放送のパネルクイズアタック25新春系列局女子アナ大会では岩手朝日テレビの坂本夏美と共に東北チームとして出場した。毎年暮れにリンクステーションホール青森で行われる青森山田中学高等学校吹奏楽部定期演奏会では第49回と第50回で 津島孝幸アナウンサーと共に司会を担当した。2016年3月末で ABA を退社。オールウェーブアソシエツ所属になる。坂本よしこ。カダーナデビュー。よっちゃんのイカじゃありません。コム。青森朝日放送。2016年7月20日閲覧。坂本夏美。アタック25新春系列局女子アナ大会へ。岩手のいいろろ行くしか、なっちゃん。 岩手朝日テレビ、2016年7月20日閲覧、第49回定期演奏会北の町コンサート無事終了。青森山田中学高等学校、2016年7月20日閲覧、第50回定期演奏会北の町コンサート大盛況のうちに終了しました。青森山田中学高等学校、2016年7月20日閲覧、坂本よしこ、 カダーナ卒業。よっちゃんのイカじゃありません。コム、青森朝日放送。2016年7月20日閲覧。アドバルーンが、地元八戸へ、今後は東北を中心に活動。お笑いナタリー。ナターシャ。http コロンスラッシュスラッシュナタリー .mu スラッシュ owarai スラッシュニューススラッシュ1418272016年7月20日閲覧。 ありがとうございます。